調査兵団はシガンシナクに到着するとすぐにエレンの硬質化によって外門を塞いだ。その後ライナを発見するも巨人化され内門側に繋いでいた馬を狙われる。そこでハンジたちはエレン巨人をおとりに使い鎧の巨人をシガンシナク内へと誘導する作戦を決行した。エレンをおとりにする羽目になるとは。だがライナーはエレンを追うはずだ。ライナーをシガンシナク内で迎え撃つぞ。待ってください。もう一つ危惧すべきことが。超大型巨人がまだどこかに潜んでいます。前回エレンはライナーを追い詰めましたがベルトルトの奇襲を受け連れ去られたのです。単純な対策ですが壁から離れた位置で戦いましょう。狙い通りエレンと鎧が戦い始めたか。私たちは援護に回ろう。鎧の隙を作るぞ。お願いします。ミカサ、絶好の機会を狙って雷槍で肩をつける。それまで手の内は隠しておくんだ。ただエレンがやられたら元も子もない。彼の消耗にも気を配ってくれ。ミカサ、俺も同行するぞ。お前とはここで決着をつけなきゃいけねえ。さあ、もうやるしかねえんだよな。よし、今しかない。雷槍を使え。こうなるって分かっておりましたけど倒さなきゃいけないんですね。もう立ち上がってくるとは。鎧の力はそこが知れないね。もう一度全員で仕掛けろ。今度こそ奴を仕留める。焦って無駄に消耗するわけにはいかない。今は隙を作るのに専念しよう。上がってきたか。けどだいぶ消耗してるのは間違いなさそうだ。このまま畳みかけろ。次こそとどめを刺す。やっぱり強い。だけど僕たちも無策ってわけじゃない。これを使おう。もう一度だ。とどめを刺せ。頭を吹き飛ばした。倒したぞ。やった。よし。俺たちが殺したんだぞ。動いた。
つもりだ。攻撃を仕掛けてライナーの注意を引かなければ。狙う。あっ、やろう。エレンに狙いを絞る気か。ライナーの注意を引けないのなら今ここで息の根を止めるしかない。止める。これを使おう。ここでやるしかありません。戦わないと勝てませんから。ベルトルトはエレンたちが必ず仕留めてくれる。私たちはここでライナーをやる。潰す。勝負は奴が動けなくなったからだ。残りの雷槍で必ず仕留める。それでもやるしかない。ミカサ、無事だ。いや、よくやった。ハンジさん、今だ。ミカサ、おい、まさか。ライナー、出て。